買えます。ヨークです、ね、小田口県のニット全国完売岡村ジャージ。一回イングランド戻っていいですか。バーガソンだ。どうも、石井です。カナメクトです。お願いします。お願いします。久々購入品紹介。すげえ久々っす。もうね、俺数えてん、はい、80点。え、でこの 2,3 ヶ月で、そうそう、まあ購入品が届いたっていうのももちろんあるし、お仕事でまあ、あ、買おうかなとかもあるし、あとまあ単純にいただき物とかもあったしね、そう、そういうのも踏まえて紹介できるもん80点約で、今日持ってきたの34、5点は持ってきました。パンパンで持ってきてました。パンパンだよ。でもまだ全然か。もうさ、俺僕が紹介した T の貝パンツ覚えてます？はい、紹介の貝。おお、はいはいはい。あれの黒がどうしても欲しくて、はい、で、ネットにも落ちてなくて、うん、で、昨日 VCM の撮影に渦で行ってたんよ。はい。又吉さんのチャンネルの、うんうんうん。ほんだら、北海道に住む女性が声かけてくれて、はい、まあ、やりとりは一回したことあるんですっつって、はいはいはい、え、お仕事でなんかそんなありましたって聞いたら、はい、日本でとか東京で唯一、はい、ムーアで扱ってたあのパンツの黒を買ったものですと。うわ、DM あーそうだ、チャンネルで言ってたわ。そうだ、あんまいないって言ってましたもんね。そう、ってなって、すごい偶然で、ご相談なんですけど、もしよかったら色変えませんかつって、え、色交換、ってなって、変えますっつって相手方はベージュが欲しいと、はいはいはい、で僕は黒が欲しいと、もう双方一致でサイズも一緒、おしゃれな女性でした。だから僕は住所を送り、はい、向こうも住所を送って、本当ガチの住所、ガチやっぱ吉本本社に送ったら届くか分からへんから、まあ、芸人に、まあ、そうですけど、そう、それでも欲しかった、そこまでして欲しかった。そう、あとさ、はい、あんまりその店とかばっか行ってたから全然喋れてなかったけど、はいはいはい、光沢試験の、おぉ、東コレのご協力あれだし、いやいや、僕いや、ごめん、見に行きましたけど、そうそうそう、ほんま気づいた人いんのかな、むっちゃバタバタで、いや、おるおるおる言われて言われた。いやすごかったです、ほんと光沢試験のまあ、初ランウェイを僕と、そうだ、初めてだ、又吉さんと、はい、明帝麻痺さんっていうバンドの方が、はいはいはい、4人でやったんですけど、はい、まあ、それが、まあ、服屋さん行って、うんうん、こんな感じやな、こんな感じやな、みたいな、うんうん、私さんの渦とか吉井かなめくとチャンネルの店行ってレポするみたいな、うんうん、あの感じでやってくださいみたいなノリで、うんうん、あ、じゃあやりましょうみたいな感じで、うん、ちょっとやってみましょうかってやって、それが実現したみたいな、はい、いや、すごいっすよね、ほんまゼロから3人で作った感じですね、うんうんうん、しかもって事前に知らされてないですよね、内容って。そうそう、内容も知らされてないし、何やったら有名人を、はい、なんか来てくださいとかも一切なく、ただただ、そうそうそう、だからちょっとざわざわしてましたね、会場ね、普通のラーメンをみんな見ると思って来てたのに、そうよね、急に俺久々暗転板つきしたで、暗転して、あ、もしもしみたいな、暗転板つきも確かにそうでした。ぜひね、光沢試験のあのランウェイ、確認していただけたらなと思います。すごい、まあ、1個だから夢変わったよな、もう。いやー、確かに、そっか、言ってましたもんね、最初。アイコレブランドのランウェイ見に行きたいっつって、うんうんうん、まあ、東京のやつは見に行けるようになってきたやんか、はいはい、出たし、うん、もうパリ見に行って完結やで、こんなもん。あと一歩っすね、ほんと。あと一歩です。ちゅうわけで、どんどん購入品をやっていきたいんですけども、はい、まあ、これですよね、このジャケット。そうだ。凝り性です。これは見切りさんで買うたんですけど、むっちゃいいですね、うん、ちょっとスナップボタンになってて、はい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 、締めれる。これだ、薄い方もあったはあったんですよね。そう、でも俺はこういう方が好きで、絶対こういう方が良かったの、僕も。で、これ外せば、はいはい、ごっついニットでも全然着れる、うん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 、はいはいはい、ここでこうボタンを つければ、うんうんうん、結構シルエットも変わるような、これいいよな、これ評判いいんじゃないですか、めっちゃいい。そうですよね、もう この間なんか取材あって、はいはいはい、ジュニアさんとラジオが始まったんやけど、お、はいはい、それの取材もこれ着てて、うん、全然関係ないライターさんに、かっこいいっすねこれ、関係ない、どこのブランドですか、関係ない、全然関係ない、だってファッションの話なんだ
してない。ああ、そういうことか。そうそう。内容と全く関係なく、これ何ですかって言って、これしようって言うんですって。で、これのラグも買って家に置いてます。はい。これですね。で、この中は、はい、T の棒出しです。はいはい。これサイズ感めっちゃ良くない？なんかでっかい感じ。おお、はいはい。あ、確かにちょっと大きめ。そう、沖縄旅行行くときに、もうこんな、はい、こんなんばっか。ああ、確かに確かに。そういうとここにね、TTT。MSW って書いてますね。L でも良かったかなと思うんですけど、僕 XL で買いましたね。うん、で、ボットのスウェット。あ、これ良くない？か。ボットって見えるかな？いいですね。この、しっかりね、結構分厚い。分厚いね。分厚い分厚い。うん、いいよな。これいいですね。いいよね、これ。まあ今着てるやつ、じゃあ金目くんも行こうか。そうですね。ここ以外もめっちゃそっちに回るから、ね。これで終わりじゃないですよね。やばいよ。僕、今これ着てるシャツが、これヨークです。あ、ヨーク、はい、色ー本気の。微妙にね、色が黄緑と水色っぽいので、色が違う。やっぱヨークのサイズ感やな。そうなんです。丈がちょっとこう、長め。長いな。もう、ケツ隠れるぐらい。で、ここ深めに入ってて。でっかいな。これはサイズ4。一番大きいです。180で4。180で4。あ、で、パンツ。パンツはこれ、エレファブですね。あ、エレファブだ。エレファブいけんかってんな。このエレファブ。本気。ナイロンなんだ。そうなんですよ。このトロトロした感じがね、うんうん、いいんですよ。で、色も絶妙なんで、もで、ちょっとこの足首も絞れるし。うんうん、いいね。これもう届いてすぐ履きまくってます。これ29、サイズ。29。続きまして、私、これランウェイでも来ました。あ、そっかそっか、あの時着てたやつだ。コダグ試験のニット。これいいなぁ。薄いねんけどさ、めっちゃ肌触り。めっちゃ肌触り。あ、気持ちよさそう。気持ちいいねんなぁ。あ、これあの距離で見てたからよくわかんなかった。結構薄めの。そう、薄いね。はいはいはい。そう、ランウェイ中さ、はいはい、テンパってさ、はい、ガリってなっちゃって、ちょっと引っ張って。あるんですけど。かっこいいよなこれ。その下のさ、ボーダーで分かると思うんですけど、はい、ちょっと透けてるんですよ、うんうん、ボーダーちょっと。そう、だからタンクトップにこれとかにしようかなと思うぐらい、はいはい、で、風神雷神のこのニットの細やかなニット、はいはい、細すぎひん、これほら細すぎ。これまあ紫と黄色もあったんですけど、あ、まあオレンジ、紫がいいなと思ったけど、又吉さん買ってたし、はい、奥さんも買ってたから、もうオレンジでいいやと。みんなそれなの。そう、どれも可愛かった。ニットといえば、ニットといえば僕はもうこれですね。ライスナインテンの、いいね。これやっぱすごい人気みたいですね。かっこいいよな。これはもう最高です。もう着まくりました。届いてそこ着まくって、俺も着まくって同じなんだよな。襟の感じで分かるわ。同じなんだよな。これかっこいい。これな、私が、まあ、アルゼンチンかな、これ。うん、アルゼンチンで、はい、ライス910、ライス910で、僕は7番で、よーく見たらちゃんとこれ縫われてるっていうね。これね、週なんすよ。大ハマりしてます、ライス910。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃいい。で、ネクトは僕も同じですね、色違う。これミランよな、多分。ミランっぽいですけどね、うん、うん、ちょっとでもネイビーっぽいのかな、黒かネイビーかで、同じ7番。俺こっちもかっこいいなと思ったけど、はい、で緑もかっこいい。そう、緑もね、ほんま緑欲しいねんな。緑もかっこよかったらセルティックみたいな。そうそうそう、欲しいけどさ、はい、俺サッカーゲームシャツ10着今手持ちで。サッカー系確かに多いかも。さあ、そんな中これです。ライスナインテンの、これはだからあれか、ちょっと前のやつか。そう、一期前のやつ。1個前のやつ。展示会行った時にもう一個ジャージどうせ買うねんけど、これも欲しくて、うん、オレンジが欲しかった。あ、オレンジも。もうオンラインでね、いつも気になったんですよ、これ。で、これはさ、ほんまのジャージっぽく見えるやん、はい、なんか岡村さんのオファーシリーズそう、感じがあるやん。確かにあるけど、デザインはね、そうなんですけど、素材がね、ニットですからね。ニットなんですよ、これ。もうカーディガンみたいな感じで。うわ、これいいな、これ生でちゃんと見るとよくない。遠目で見たらさ、ジャージっぽいけどさ、これもうオレンジもうないですか。オレンジもうないね。俺もオレンジ欲しくて言ってんけど、はい、全国完売。またこれ見てる人がオレンジ持ってて交換できない。交換、あ、交換、また住所教えて。そうそうそう。かっこよくない？でも青も。うわ、青もいいっすね。うわ、なんかどんどんちょっと立ててさ、はい、そうそう、これで3巻行きました
三冠そう。これにランディのパンツで行きました。いいなぁ。かっこいいよなぁ。岡村ジャージ。ニットでこれはかっこいいよね。うわぁ。これ欲しいなぁ。しびれるねぇ。ナイスナインテンはおすすめっすね、まあ。サッカーで言うんやったらば、はいはいはい。まあ、メクトも言った。はい。これね。あ、これも来ました。これリバプールの、昔の、はいはいはい、ユニフォーム、うんうん、向こうのスタジアム限定の復刻版ですね。そうなんだよな。これももう4回ぐらい来てる。早っ。早っ。この間買ったばっかだね。これの上にジャケット羽織って、うわー、これの上にジャケットいいな。クロスラックスとかで、うわ、かっこよくないこれ。めちゃかっこよなこれ。これも良すぎて、あの弊社スタッフ天野くんが欲しいって言って、うん、僕一緒にお店また行きましたからね。え、買ったん？赤買ってました。赤、はい、うわこれじゃないこれさ、もうあんま数がなかったよ、はい、赤とこれで悩んでましたけど。天野くんは金色なんですけど、金色じゃないんですよ、うん、もうこれなんていうの、紅茶色、うん、ミルクティー色みたいな、うん、ちょっとユニフォームシリーズいっていい、はい、俺の、はい、ボットボットアンブロだ。ボットアンブロのこれももうめっちゃ来てる。イングランドっぽいよね。はいはいはい、はい、ボットとでね、ここにね、自由の女神みたいな顔になってるのね。でボット、もうこれはね雑に来ちゃってる、うん、これでサッカーしたいな。これはね、もうちょっとジム通い出して、はいはいはい、その時に来たりしてる。ジムでこれっすか。うん、贅沢。いやこれいいな。もうもうそれも 4,5 回洗濯してるけど全然くたっとかない。あ、いいですね、はい、やっぱサッカーユニフォームって洗濯してもくたとなりづらいから、はい、ほんでです、まだまだですよサッカー。まだまだですよ、そんなもの。夏のユニフォームシリーズで一番楽しみやね。お、ええー、ちょっとね、インナー着てモコモコなっちゃってますけど、うわめっちゃいい。タッペイさん、タッペイさんのアンブロコラボで、俺これめっちゃ好きやね、このタッペさんの。はい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 、で見てで、ここね、ここエンブレム、ここもこの中心もめっちゃいいんですけど、うん、ここね、でアンブロの中にこの柄ね、柄がこの天使ちゃんがねいっぱい。本当だ、これもうむっちゃかっこいいなと思って。うわー、でサイズがこれで XL やね、このサイズ。あ、 XL じゃあ結構大きめっすね、うん、これで一番大きい。ちっちゃめか。まだ終わらないサッカー。はい、うわインテルじゃん。マジですごい。インテルじゃん、こんなインテル。見て、このインテル、このストライプをさ、天使でやってるっていう。ストライプ、天使は。で、アンブロ。ちょっとでか、アンブロでかいなと思ってんけど、緑のやつもかっこよかったん。はいはいはい。緑の方が絶対着やすいねんけど、なんかこれ。これめっちゃいいっすよ。アドリアーノみたいな。アドリアーノいた時の、あん時の、はい。あん時だ。フィリポやん、こんなんもう。すげえわ。ザネッティとかいた時だ。そうそう。レコバとかね。かっこいいよなぁ。これめっちゃいい。これの緑は、この青とか全部緑。うん、緑はまた違う。あ、デザインもちょっと違いますね。カーブランドとか書いてある。あー、違うんだ。オペルみたいな感じでカーブランドとか書いて斜めになってる。なるほど。そう、めっちゃかっこいいんやけど、このね、タッペイさんのこのシリーズめっちゃかっこいいよな。あ、全部かっこいい。これ楽しい。俺多分毎日違うコーデできる。夏休み。確かに。一回イングランド戻っていいですか？あの。ファーガソンだ。ファーガソン T シャツ。香川がお世話になりました。ファーガソンや。ファーガソン。あの、ベイクルーズのこの間の動画であった。あ、そうか、その時か。はい。あの時に、あの、ファーガソン T シャツ買いました。ちょっと待って、欲しいねんけど、ファーガソン T シャツ。いや、もうあそこ、ほんと、夢の空間でしたよね。うん、このファーガソン、もう懐かしすぎて。いいね、テンション上がりすぎて、僕そのままお土産に女性スタッフ用に、弊社の女性スタッフにチェルシーの靴下とか買いましたね。全然そんな嬉しそうじゃなかったです。テンションだけ上がって、もうサッカーだけで一本いけるけどな。まあね、これがありつつ、はい、僕のサッカー熱が収まらずですね、はい、でいろんなサッカーの服を買ったんですけども、はい、まあ、サッカー系はもうおしまいで、このタッペイさんつながりいきましょう。あ、はい、新しくねブランドができたんですよ。ん、はい、なんかね、展示会行ったらそんな高くなくて、はい、買っちゃってんけど、ハイスクリームセンター。え、それタッペイさんのブランドなんですか。うん、タッペイさんブランドだったんよ、こういう。
マジで開けてない。でもね、一個メクトに見せたい、見せたい、これかっこいいよっていう、はあ、まあ、一番有名なのが、はい、これもね、そんな高くなかったやん、7000円ぐらいで、これ点線をつないでいけば女の人のちょっとエッチな絵になりますよみたいな。これ着やすくて可愛いんだよ、はいはい、こうたんや、はい、でムーアとかでも売ってるよ、うん、で奥さんとお揃いで買ったのが、はい、真っ白、はい、真っ白、全面がこう、え、こっちでもトゥルーマンショーやんこれトゥルーマンショーすごっ、こんなきっちり全面、表面真っ白、後ろ全部、こ、可愛くないこれ、いいっすね、楽しんでるやろファッション、最高だ、おたっぺいさんの服俺めっちゃ好きやわ、スラックス、いいな、なんか爆発みたいな、爆発がヤシの実みたいになってるみたいな、イラストのさ、はい、センスがちょっといいよな、本当にこれね、ちょっとでかいね俺は、ベルトして切ってぐらいの感じ、はいはいはい、もうワンサイズちっちゃくてもよかったかなとも思うねんけどな、うんうん、これで仕立てた方がいいなと思って、あー嬉しい、数の加減で俺多めにいってるけど、タッペさんシリーズがね、あ、今あったんで、タッペさんも終わり、終わりです、あ、タッペさんシリーズ終わりです、タッペさんシリーズ、これフィンガリンです、あ、フィンガリン、でもマジ快適なんですよ、いいね、え、素材最高じゃないですか、いいね、いいね、すっげー気持ちいいんですよ、こういう感じの素材です、若干幅があって、まあインナーとしてこの上からアウターも全然着れるぐらいなんで、うん、これも今季のやつですね、はい、私はあのベータポストですね、出た、ベータポストのもうそれこそアディダスっぽい、はい、だからこのアディダス、アディダスは買ってないのに、アディダスっぽいライス90のジャージとベータポストの、はい、でもね、このセンタープレスがあんのがめっちゃ良くて、うんうんうん、で、これビニテのライン、うん、ビニテのラインでここにねビニテがちょっと出ちゃってるっていうのがね、これいいんですよね、で革、胸の革、これって上のジャ、あのトップスのジャージにもありましたもんね、うん、これディガウェルのパンツです、あ、ディガウェルだ、意外となんか何とも言えない色味で、うんうん、形もねちょっと太めでいいんですけど、グレーなんですけどちょっと赤みがある、うん、いやディガウェルのコート買いたかってんけどな、あ、この間ね展示会行きましたね、高かったまああれだって、え、ダウン、ダウンでしたっけ、違う違う違う、 FC と、ああ、11万ぐらい、そうでしたね、あれ良かったけど、こんなんめっちゃ使える、ディッキーズっぽいな、なんかそうですね、これは形がサイズは3ですね、でも生地がいいね、はい、続きまして僕 T ですね、はい、久々、うん、これねまずメッシュのロン T 下に着てるんですよ、全く一緒の、はあ、ロン T ね、はい、メッシュのロン T からメッシュの T シャツ2点。あ、別商品、うん、気に入りすぎて。そういうことか。まあ、ちっちゃな T。別。そう、別別。あ、本当だ。完全に。これはこれで。完全に別の商品。そう。あ、でもまあ、重ねて着るのもいいっすね。そう、重ねて着ようと思って。自分が良くて、はい。はいはいはい。うわ、いいな。正直、2色買おうかなと思ってんけど。うんうんうん、服多すぎるから。パンツも。ナイロンも。これもな。これ3色買って、はいはいはい、2色は奥さん用で。この首元いいですね。いいよね。はい、ジップになってます。あ、ジップついてるわ、ここに。長袖の方も。一緒。ここのね、いいな、ジップ。これね、いいですね、T。うん。僕はこのジエダの T シャツです。あ、いいやん。はい、あ、これ買おうとした、はい、俺も。でかかった、俺は。で、ワンサイズで僕はちょうどよかったんで。そうだね。欲しかったんけどな、サイズがもう合わん。ちょっと吉井さんでかいっすな。うん。そうです、結構これそうかワンサイズっていいね、これももう1枚でいきたいです、早くこのなんていうの、そう素材ね、1枚でなんかどう過ごしたろかいなみたいな、汗かいてもええやんこんなんみたい なんかポロシャツ生地みたいな、うん、確かに確かにそうっすね、すぐ乾くであろう素材です、ビブスみたいな洗濯ネットみたいな、はい、がいいですねとかありつつ、 T の半袖オープンカラーシャツ、うん、色最高じゃない、結構薄いな、そうこれめっちゃさ着やすくて、ほら、はいはい、こういうさあー、これいい、単館映画こういう美容師いるやん親父に、はい、親父に継がされてる田舎に
都会から帰ってきた息子ってこんな薄いっぽい美容師やってるやん。薄いっぽい。見てほら、もう薄、もう透け。透けた。今年はもう透け。めっちゃ透けてる。この色良くない？いいよー。うわー楽しい。頑張って働こう。これは最高。これは3本線だ。この3本の刺繍のね、これもいいですね。袖のとこ。これいいね。このステッチがね、3っていうのがね。そうそう、3本線。いいじゃん。楽しい。これもう一回ライス19に戻りました。あ、ライス19。はい、半袖シャツ。リブ。そうなんですよ。シンプルと思いきや、ここがリブなんですよ。ライス19のシャツ買うって。はい。天一のあっさりみたいなことやいやまあ、あっさり向こうは、はいはいはい、いやニットだけじゃないってなってるけど、そうですよ、天一だって味噌ラーメンあるし、天一で味噌ラーメン食うててもらったんだよ。いや別に天一は出してるんだからいいんですよ。天一のこってりかあっさりで店員さん聞いてんのに味噌でって言ったから味噌。いや天一は用意してるんで初めて見たよ。あれ食いたかったわマジで。俺帰り道出したら逆に食えばよかった、うん、いやでも美味しいんですよ。天一の味噌も美味しいし、ライス19のシャツも最高ですよ。ニットだけじゃないんで。いいね、はい、ライス19ってさ、生地いいよな、はい、前もさ、着てたやんか、うん、ライス19。そうだ、これ伝わるか。確かに微妙になんかね、なんて言えばいいんだろう、普通の生地これ、なんていう素材って言えばいいんだろう、普通のシャツの素材じゃないんですよ。そのやっぱライス19ってシンプルなアイテムもやっぱ一筋ならいかないんでね、ちょっとこういうリブがあったりとか、一発かまされるもんな、俺らは。微妙にね、遊びがあるんですよ、いつも。これも早く来たいわ。